将軍さんの企画だから面白くならないわけないんだよ。そうだね、将軍より優れた企画を持ってる人がいたらコメントしてあの将軍さんよりも、あのね、じゃあやったことないやつやっていい？突然昼返し本当にしょうもないのしかなかったって今まで。もっとしょうもなくなる可能性があると。だってもう、だってこの画面からしょうもないもん。なんかそうね、作り始めたもん。なんかいろいろ。田村健二ってなんすか？田村健二はあの全然関係ない。田村健二リューステージじゃん。田村健二、やばい、どうしようかな。やばいな名前。東京数々のクソ捨てが、まあ、とりあえずなんか1個出しといて、それやってる最中にまた次のやつ考えればいいんじゃないですか。あー、わかりました。とりあえずもうこれだっていうのを1個やっといて、どれがいいかな。一番最近のは逆戦場なんだよね。あ、やつだね。うん、やつ、見た見た見た。ちょっとこれやってみる。逆戦場やる。逆戦場やってみよう。やるか。ちなみに先に言っとくと、逆戦場って店長あるから。いや、してるよ。してる。うん、何がいいかな。そう、ちょっとね、ザクさんとかアバさんとかのキャラの理解からどういう戦法とキャラが出てくるのかなっていうのも楽しみなんですよ。まあね、ソニック、ソニックメタイナ。まあまあまあ確かに。なるほど。ああ、まあメタイナ確かに。いや、やっぱ復帰強いの大事。そうだね、うん、復帰強いと尻餅になんないのがやっぱ大事だと思う。間違いない。うん、隙がでかすぎて、ね、A パーされるから普通に。そうそうそう、 A パーされる。 A パーされないけどかなりでかいのくらいから。あれだよね、ザクレクのチャンネルってこれ、あの切り抜きで動画になるタイプだよね、生放送のアーカイブから。あ、そうそうそう俺やばいじゃん。じゃあなんかみんなが試合してる、なんか一人で無言でゲームしてるやつになっちゃう。え、そしてなんかこれ何してるんですか。なるほどね、そういうことか。あ、ね、崖掴めると思ってた、もしかして。あ、そう、これは戦場なんで。そんな甘くないよ。そんな甘くないよ。崖を掴めないですよ。なんか別にソニックが強いわけじゃなそうだな。いや、ソニック強いでしょ、多分。え、この上 B のこの自由、まあ確かにね、尻餅にならないのは強いけど、ソニックはな。これ将軍さんの動画ではティアもう決まってるんですか。いや、何が最強みたいな。全キャラとは決まってないですけど、ソニックはあんま名前上がんないです。あ、なんか受け身にするとね、受け身にすると大変なことになるね。まあでも台の上に圧力かけられる圧力は確かにあるな。あ、あと横に飛ばすのも大事だから。そう、横に飛ばすのも大事だよ、絶対。上だと動画も浅くない浅くない。ちょっともう一戦いこうか。キャラは変えてもなんか俺が上手いっていうよりはなんか浅かったね、相手の方が。そうね、ちょっとソニックが分かってないね、逆転の動画。偉そうやな、ね、や一切ちなみに画面見ない参加してない人もね、参加してない人めちゃくちゃなんか口だけ達したいから大体ね。あ、理解した、理解した。まあ、うん、そういうルールね。それやばいっすよ、連動上げてくるの大事だから。逆戦場の連動上げてくる。逆戦場の連動一番左の人作業してるけどスタッフって言われてます。まあ、そう業務は正直あんま変わらないスタッフと作業してるけどゲッチはなんか良さそうだわ。座線強いよ、座線強い。俺ザクレタやっても勝てないんだもん。なんでそんなことないっすよ。やばいってこれ、 A パーやな。受け身取ったらダメだ。受け身取んない方がいいんじゃない。A パー来たよ、 A パー。受け身取ったら一緒入ったら。大丈夫か。まあこれはね、さすがに復帰距離があるんで。ああ、そうなんですよ、これ横に飛ばすのが大事なんですよね。間違いない。このように。オッケー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 。先ほど申し上げた通り、上に飛ばすと受け身取られちゃうんで。これ現実強いぞ。結構そう、低めに横に飛ばす技があるとでかい。で、回避で戻れると。え、なになに、なんか余裕見せてきてんけど、なにいや、それ空上のな、大上どこでも当たるからきつそうだな。それが強いよな。
台の上だと横軸でかわせないぐらい狭すぎて、そうそうそう強い、これ強すぎだろこいつこいつ、ね、こいつ強すぎだろ、ゲーム終わりかけてるね。こいつ強すぎだろ、動画で一瞬も出てなかった一番強いんじゃないの、こいつ強すぎだろ結論出して対戦しよう、こいつ来ただろ、そのそいつと将軍さんの結論の戦いみたいね。結論、光の方が強かったんだよな本当かよ、顔が将軍かよ将軍見る、俺専用のミーなんだよ、なんか負ける気せんけどな、なんかちょっとね、ゲッチはね、いや、そいつ無理じゃん、こいつだってやばっシンプルに強いよ、だってこんなガンナーミーが結論なわけなくない、うん絶対え、すごい弱そう、あ、やべ、ほら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 か、一応これサブでまあまあ勝てばいいんだよ、はい、一切状況が良くならない、大丈夫、受け身だけはいつもやから、確かに、おいふざけ普通に勝つのいらん、待ってたから今普通に待ってた、あーこれダメだな、なあ、なるほど、それだけやん、そいつそうだね、今んとこそうだね、よ全部暗いじゃん、それなんだよ、こっちなんだ、あ、低い、ええ濃厚もぬなが遅いんだ、濃厚すらも濃厚すらもまだ勝てるよこれ、俺のゲッツにメインやってみようか、じゃあメインやってみる、よしよし、そう、もうそう、いや、取んないのにこれ、いや、こいつ強いな結構、これ座れんでしょ、アウト、まあ大丈夫、一応帰りはするんだけど、ああ、でも横に飛ばせないな、あ、いや強い強い強いマジで強い下今日マジ強いわ、下今日マジじゃないやっぱ、あ、タイミングずるな、まっ、え、マジ？すげえだ。おい、さすがとかすんなよ。それ大丈夫。すげえ、ちゃんと戦ってる。で、さっきも戦ってる。普通。あんな。あい。え、そう死ぬの？うわ。知らないが。あ、最悪。やばいやばいやばい、いや最強だわ、強い、最強だわ、強すぎ、絶対最強絶対最強だわ、強すぎ決まったんだ、決まったね、決まったわ一瞬で決まった、一瞬で決まったアバさんなんかちょっと選んでよ、なんか俺こいつに勝てる、こいつに対抗できるキャラ探してくれ、するキャラをゲッツに勝てるやつ、俺いるが着地隙は絶対に出る、パワーガチがねあ、パックマンとかも、あ、確かに、うん、アバダンゴパックマン、アバダンゴさんが、いやパックマン解禁するシーンを見せてくれる世界大会で、世界大会でこらったね無断切り無断ね、いいぞ、
うまい。うまいうまいうまい。あーうまいうまい。いいぞいいぞ。いや、激痛が全然ウェビーから火力取れなくなった。受け身取られて。あー確かに復帰はいいね。復帰はいい。うん、復帰はこれ横強いな。ただこれ帰ってこれますからね。ジャンプないジャンプない。これちょっと火力は高いけどね、うん、最終的にそうね、こっからがきついよね。さあ一体向けるこれ強いんだよな。これ強いわ。いこれ強いよマジで。ないない強すぎる。ナンバが違いすぎる。ない